では明日のドリーム15に出場する選手に明日の大会への抱負意気込みを伺ってまいりたいと思います。まず第1試合になります。カール・アモート選手からお願いします。Yes, hello everybody. I am Karl Amoussou. I'm very happy to fight in Dream. It's going to be my first appearance, and I'm going to try to give a big show for the fans in Japan and all over the world. 皆さんこんにちは、カール・アモートです。明日はドリーム初めての自分にとっての試合なんですけれども、非常に良い試合をして日本のファンのみならず世界のファンの皆さんに強く訴えかける試合をしたいと思います。カール・アモート選手、ありがとうございました。それでは対する中村和弘選手、お願いします。吉田道場の中村和弘です。明日はカール・アモート選手、相当頑張るって言ってるんで、しっかりこう受け止めてあげて、できっちりお返ししようと思ってます。以上です。ありがとうございました。では第2試合、フェザー級ワンマッチ、 DJ 大輝選手、お願いします。今回、ジム移籍して初戦なんですけども、前回とは変わった自分が見せられると思います。以上です。ありがとうございました。対する石田選手、お願いします。明日は、フェザーのデビュー戦として、自分を信じて思いっきり頑張りたいと思いますので、以上です。第3試合、フェザー級ワンマッチ、ジョン・ヨンサム選手、お願いします。이번에처음시합뛰는건데최선을다해뛰겠습니다감사합니다日本で初めての試合になります。ベストを尽くして頑張りたいと思います。ありがとうございました。対する尾身川選手、お願いします。こちら吉田道場の尾身川です。明日の試合は今まで通り自分のスタイルを貫き通して相手の光を消したいと思います。ありがとうございました。では第4試合、ライトヘビー級王座挑戦者決定戦、メルビン・マヌーフ選手、お願いします。Hello. Tomorrow I'm gonna give a great show. You know, I'm gonna come hard, aggressive, as usual, and me and Messina, we're gonna give a nice show. So be prepared, Us.はい、皆さんこんにちは。明日は非常に素晴らしい試合にします。そしていつも通り、ハードで、そして非常に攻撃的でアグレッシブな試合を見せします。水野選手と一緒に本当にすごく素晴らしい試合にします。ありがとうございました。では対する水野選手、お願いします。こんにちは、水野達也です。この舞台にまた帰ってこれて本当に幸せに思います。この日のために、半年間アメリカで本当死に物狂いで練習してきたんで、その成果を明日、メルビン・マヌーフ選手にぶつけたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。第5試合、ライトヘビー級王座挑戦者決定戦、ジェイク・オブライエ選手はまだこの会場にいませんので、対するゲガール・ムサス選手、お願いします。Hi everyone, thanks for coming. Tomorrow I'm gonna make sure I'm gonna win, but more important, I'm gonna make sure it's gonna be an exciting fight. And to win the second title in Dream, it's a dream, so I'm gonna do my best. Thank you.
皆さんこんにちは。今日は来てくれてありがとうございます。明日は必ず勝ちます。でも勝つよりももっと重要なのはエキサイティングなワクワクする試合をすることです。そしてドリームで2つ目のタイトルを取るというのは自分にとっても夢ですので、その夢にとって向かって頑張ります。ありがとうございました。第6試合ライト級ワンマッチ、 JZ カルバン選手お願いします。Hello. Has been a while. I have not having a good result, so I'm look for the redemption fight on the dream, you know. And I'm ready to let the God bless me and do my best there, because that's how I train really well. So I'm right and prepare for the redemption fight for tomorrow.はい、こんにちは。実は最近しばらく良くない結果が続いてましたので、明日はぜひとも、しっかりと復活を遂げたいと思います。この日のために非常に激しいトレーニングを積んできましたので、自分が一生懸命頑張れば神が祝福してくれると思います。ですので明日はある意味懺悔の、そしてある意味復活の試合を遂げたいと思います。ありがとうございました。対する菊野選手お願いします。今回は挑戦じゃなくて証明だと思ってます。当然のように KO で勝ちます。で、本当の意味でメインの試合につなげるような試合をしたいと思います。ありがとうございました。では第7試合ドリームライト級タイトルマッチ、チャレンジャー川尻選手お願いします。明日は日本の MMA の新しいスタートになるような一日になると思います。そのために俺が明日バチッと KO で勝ちたいと思います。ありがとうございました。ではチャンピオン青木選手お願いします。はい、そうですね、明日思いっきりやって、とにかくみんながびっくりするようなまた衝撃を起こしてやろうと思います。ありがとうございました。それではここで記者の皆様からご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前頂戴の上お願いいたします。記者の皆様いかがでしょうか。なお時間の関係上、一つの質問を全員へというのは控えていただきますようお願いします。皆様いかがでしょうか。GBR の中丸です。メインの川尻選手と青木選手の質問なんですけども、敬老の時の相手の体を見て、体を突きを見て何か思うことはあったのかということと、先ほどのお互いのコメントについて何か言うことはありますでしょうか。では川尻選手から中央でお願いします。あんま男好きじゃないんで相手の体をよく見てないんで分かんないですね。相手のあと何でしたっけ、コメントを、まあ、衝撃的な試合になるように俺も頑張りたいと思います。では青木選手いかがでしょうか。はい、そうですね、男も女も好きなんで、こっちをコメントしづらいんですけど、まあ、僕好みのいい体してました。まあ、相手のコメントについてはね、まあ、お互いこの2人がやれば、まあ、みんなが欲してる素晴らしい試合になると思うので、まあ、全力でやりたいと思います。ありがとうございました。では他に皆様お質問いかがでしょうか。スポーツライターの茂田と申します。菊野選手とカルバン選手に伺いたいんですが、同じ質問で、相手先ほど、まあ、体を見てどういうふうに、印象を持ったか、相手に対する印象も教えてください。ではカルバン選手から中央演台でお願いします。 He's a little bit shorter than I thought. 思っていたより背が低かったです。菊野選手はいかがでしょうか。思ってたより薄かったです。
重田さんよろしいでしょうか。はい、選手として相手に対してどういう印象を持っているかということもお願いします。ではファイターとしての印象をカルバン選手から少し長めでお願いします。He's a good fighter, don't know. I have a lot of respect for every fighter, don't know, but he's a good fighter. He's a new guy. I know he's a new sensation from the Japan, don't know. So I'm ready for it. You know? That's what I came ready, and let's see, let's fight.はい、彼はいい選手です。そして私はすべての選手に対してリスペクトをしているんですけれども、もちろんその意味で彼に対しても良い選手だと思っています。彼は日本で新鋭の選手としてある意味センセーションを起こしていると理解しています。ただ彼と戦う準備はもう日本に来た時からできていますし、今も準備万端ですので、ぜひ一緒に明日良い試合をしましょう。ありがとうございました。菊野選手お願いします。さっき薄いって言いましたけど、当日ものすごい太くなってると思います。で、よく、まあ、外国人の方言いますけど、神様とかすごくこういろんなものに感謝したりリスペクトしたりしてるのはすごく尊敬できますし、もちろん練習もすごく頑張ってる人だと思うので、本当に尊敬してますし、その上で真正面から倒したいと思ってます。ありがとうございました。よろしいでしょうか。では他に記者の皆様ご質問いかがでしょうか。もしファンの皆様でご質問ある方いれば挙手もお願いします。ではお願いします。すいません、日刊スポーツの藤中ですが、中村選手にお伺いしたいんですけど、さっき写真撮影の時に相手選手に何か言っていたように思えたんですけど、どんな話をしてたか教えてください。まあ、日本語なんですけど、なんだよと。フランスからわざわざ来て、まあ、相当尊敬してるし、よく来たなと思ってたんですけど、まあ、睨まれてニコニコできるほど人間できてないんで、まあ、相当ムカつきましたね。で、なんだよと。おそらくちょっと分かってないと思うんで、よかったら伝えてあげてください。まあ、今通訳で耳に入っていると思いますが、カール・アモズ選手何か話すことがあれば。Yes, of course, I don't understand Japanese. Now I know he wanted to welcome me. I'm going to welcome him tomorrow in the ring. もちろん先ほど日本語だったので分からなかったんですけれども、ようやく、私を日本でもてなしてくれたんだなと思いましたので、私も明日リングで中村選手をしっかりもてなしたいと思います。ありがとうございました。記者の皆様、ファンの皆様、ご質問何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では以上で質疑応答を終了させていただきます。ではこのまま写真撮影に移りたいと思います。準備ができるまでしばらくお待ちください。選手の皆さんは一度立っていただいて舞台の袖までお願いします。はい、じゃあこっちの先生お願いします。